ホストの特措の田沢純一です。ふるさとアスリートプロジェクトの話を聞きまして、ぜひ参加したいなと思っています。私の出身は横浜です。今ここでプレーをするまでにはたくさんの方々にお世話になってきました。このふるさとアスリートプロジェクトを通して地元の人々に触れ合えればいいなと思っています。ふるさとアスリートプロジェクトを応援しています。カンザスシティロイヤルズの青木宣親です。今回ふるさとアスリートというプロジェクトがスタートすると聞き、自分も協力したいと思っています。自分は出身が宮崎なので、これまでプロになるまで世話になったたくさんの方々にこうした形で恩返しができることを楽しみにしております。このプロジェクトを通していろいろなスポーツ選手がさまざまな形で自分のふるさとに恩返しができるようになればいいなと思っています。ふるさとアスリートプロジェクトをみんなで盛り上げていきましょう。ニューヨークヤンキースの黒田博文です。今回ふるさとアスリートという話を聞きまして、とても興味を持っています。自分は出身が大阪なのですが、プロ野球に入ってからは広島でずっとプレーをしてきました。自分の野球人生でお世話になった大阪、そして広島の人たちに自分が学んできたことをいろんな形で伝えていきたいなと思っています。このふるさとアスリートというプロジェクトにはとても期待をしていますし、自分もその一員として何か少しでも協力できればと思っています。はい、プロレーサーの青木拓磨と申します。今回ふるさとアスリートというプロジェクトをスタートすると聞いて、私もぜひ協力をさせていただきたいと思って、おります。私自身もともと2人の世界グランプリのロードレースに出ておりました。しかし今から16年前に、脊髄損傷というですね、怪我をしてしまいまして、今では車椅子を使った生活をしております。しかしですね、僕はそのレースをしていて、その夢を諦めないということで今でも4輪のレースを行っております。今回この話を聞いてですね、僕自身も、全国各地で子どもバイクの教室をですね、全国各地で行ったりですね、バイクを使った、レースを主催しております。このプロジェクトを通じてですね、今までお世話になった人であったり未来をですね担う子どもたちに、ぜひそういった夢を諦めない、そして目標を持つ素晴らしさ、そういったものをですね、どん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 伝えていければと思っております。いろんなジャンルのスポーツ選手の人たち、皆さんも一緒にこのふるさとアスリートプロジェクト一緒に盛り上げていきましょう。レーシングドライバー脇坂純一です。今回ふるさとアスリートのお話を聞きまして共感させていただいております。どうでしょうか、皆様のレーシングドライバーのイメージといえば、車を飛ばすであるとか、コーナーをすごいスピードで突っ込むとか、そういう部分だと思うんですけど、実は我々の技術というのは、運転技術というのは車を安全に目的地に運ぶ技術なんですね。こういったその我々の技術をですね、一般の方々に伝えることによって交通事故が減るんじゃないかと、そのような取り組みを考えまして、交通事故撲滅を目指した活動なんかもやらせていただいております。僕の地元はですね、奈良県ですので、我々の運転技術をですね、奈良県の方々に伝えることによって、奈良県の交通事故を減らすような、そういう社会貢献活動もできればいいかなと思っております。いろんなジャンルのスポーツ選手がですね、ふるさとアスリート、これに共感してですね、みんなで精一杯頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。こんにちは、プロゴルファーのジョン・ミジョンです。今回ふるさとアスリートというプロジェクトがスタートすると聞いて、私も協力してきればと思います。私自身もゴルフツアーで日本全国を飛び回っています。ゴルフを通して皆さんから応援してもらってます。私は韓国出身なので、将来的にはこのプロジェクトを韓国でも広げていければと思います。いろんなスポーツ選手の皆さんと一緒にこのふるさとアスリートを盛り上げていきましょう。